こんにちは。今回はですね、リンゴから始まるしりとりについて、しっかりやっていきたいと思います。前回は桃から始まるしりとりというのをやったと思うんですが、定番の果物としてはリンゴかな。リンゴがね、今の流行りということですので、まずはリンゴから始めていきたいと思います。はい。しっかりね、歴史を振り返って、今のルール、このリンゴから始まるルールというのをしっかり覚えることによって、これからのしりとりは変わってくると思います。はい、それでは行きましょう。リンゴから来て、はい、次思い浮かべるものは何でしょうか。しりとりとして、もう一回おさらいをしておきましょう。リンゴと来て、5でしたね。5から始まるものを少し考えてみてください。ゴミ箱、そうですよね。ゴミ箱です。リンゴの次に思い浮かべるもの、それはゴミ箱ですよね。これはゴミ箱です。はい。ゴミ箱を思い浮かべてください。はい、次、ゴミ箱と来たら何が来るでしょうか。みかん。そうですよね。みかんと思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。はい。いると思いますね。しかし、よく考えてみてください。これどうなりますか？みかんを思い浮かべてしまったとき、どうなりますか？ダメなんです。はい。みかんを思い浮かべてしまうと、もうここで試合終了となります。これがなぜかわかりますか？はい、気づきましたか。はい、気づきましたね。今、はい、ゴミ箱の、最後の文字は5なんですよね。実はこれゴミと見せかけてゴミ箱なんですよね。そうすると結局子なんですよね。はい、つまりこの最後の文字って子ってことは、これここにみかんが来てはいけないんですよね。はい、これみかんを置いてしまうと、はい、もうゲームはね、終わってしまうということなので、みかんというワードはもう忘れてください。みかんはしりとりにおいて、最弱の果物となっておりますので、はい、みかんは絶対に思い浮かべない。これはしっかり覚えておいてください。はい。よろしいですか？はい、次いきます。もう一度ね、もう一度考えてみましょう。リンゴときました。次にゴミ箱ですね。ゴミ箱と来ています、今。はい。ゴミ箱と来ました。ゴミ箱の次。はい。子なんですよね。はい。子。どうしますか？こめかみ。なるほど。こめかみですね。人がいて。こめかみ。この辺ですよね。こめかみ。いいですね。こめかみ。いいチョイスだと思います。次に。ここで注意してください。こめかみですが、みかんはダメでしたね。はい。みかんはもう忘れてください。みかんはダメでした。はい。では次、みから始まるものをしっかり考えてみましょう。みは何でしょうか？密林。なるほど。そうですね。これは密林ですが、密林、よく考えてください。密林なんですよね。はダメなんですね。密林も忘れてしまいましょう。すごくね、チョイスとしては悪くはないです。はい、密林。これは密林なんですが、密林は忘れてしまいましょう。密林をしりとりにおいて、ダメなワードになってます。はい。密林も、忘れてください。はい。次、もう一度考えてみましょう。ゆっくり落ち着いて考えてみましょう。みから始まるもの、どうぞ。密輸、なるほど。はい、これは密輸なんですが、
悪くはない選択ですね。 A 密林よりはいい密油、密油でいきましょう。密油、はい、油ときました。油の次どうしますか。湯たんぽ、なるほど、いいですね。湯たんぽはとてもいい選択だと思います。これは湯たんぽです。はい、これは湯たんぽなんですが、湯はとても、湯たんぽ、ぽはね、とてもいい選択だと思います。はいはい、ぽをね、次ね、本当はね、相手に渡るワードかと思うんですが、しっかりね、自分が来た時の場合にも防衛をね、備えていきましょう。はいはい、ゆたんぽ、ぽときました。ぽです。どうしますか。そうですよね、ぽは難しいですよね。だからこそ武器になるんです。ぽはだからこそ武器になる。はい、思いつかないワードをいかに、混ぜていくか、それがね、要となってきますので、はい、しっかり、自分に来た時もね、しっかり対応できるようにね、考えておきましょう。はい、ポリフェノールいいですね。ポリフェノール、はい、悪くないです。はい、これはポリフェノールなんですが、素晴らしい選択だと思います。これはもうコンボが決まっていますね。湯たんぽからの、はい、ポリフェノール、とてもね、いいです、いいです。これはこのコンボはしっかり決めておきたいところですね。はい、ポリフェノール、るですよね。るというワードもとても難しい言葉です。はい、なので、すごくね、いい武器になっていると思いますよ。はい、るはどうしましょうか。うん、ルマンド、いい調子ですね。いい調子です。これはルマンドです。これはルマンドなんですが、いい調子ですね。ルマンドはサクサクして美味しい、そうですよね。はい、そうするとドドになります。ドドもいい言葉ですね。はい、これも結構難しいワードになってきまして、基本的に、点々だとか丸がつくような言葉っていうのは、結構難しい言葉になってきますので、積極的にね、点々や丸をつけていきたい、そういう気持ちで挑んでください。はい、ではドですね。ドが始まりました。ドから始まるものしっかり考えていきましょう。ドミニカ共和国、なるほど。はい、ドミニカ共和国なんですが、とてもいい選択ですね。はい、まあ区なんで、まあそこまでで、強いというわけでもないんですが、まあ、しっかりね、対応していく、ドーナツ以外の言葉でしっかりと対応していく、その心構えが、とても素晴らしいなというふうに思いました今。はい、いいです。では次、区ですね。ドミニカ共和国、区ときました。区の次はどうしますか。ゆっくり考えてください。大丈夫ですよ、落ち着いて考えてください。クリスチャン、そうですね。はい、クリスチャン、これはクリスチャンなんですが、クリスチャン、んですよね、なんですよね。はい、実は強いと見せかけたクリスチャン、これはなんですよね。しっかりとクリスでとどめておきましょう。クリス、はい、惜しいです。クリスでとどめておきましょう。クリスチャンになるとんになってしまうので、しっかりとクリスでとどめていく、そういう、ね、心遣いっていうのも、しっかり対応力、柔軟な対応力を養っていきましょう。はい、まあ、今回はね、素でいきましょう。クリスということで、クリスでいきましょう。はい、素の、素を考えてみてください。どうですか。素、はい、正解です。はい、しっかりと素で対応しました。
はい、これは巣なんですが、巣で対応しましたね。素晴らしいです。こう一文字で対応していくというのもね、相手にとってね、こう威圧を、圧をかけることになりますので、しっかりと同じ、ワードで、返していく、そういうこともね、考えていきましょう。はい、クリスです。ときました。もう一度スを考えてみましょう。はい、スピットファイヤー、なるほど。はい、これはスピットファイヤーなんですが、とてもいい言葉ですね。はい、これは非常に火力が高い、なるほど、いいです。素晴らしいですね。はい、スピットファイヤーときました。火力が高いです。どうしますか、どうしますか。ゆっくり書いてください。結構ですよ。しっかりね、受け止めて考えていきましょう。アジサイ、いいですね。しっかりと癒しも含めていく。これはアジサイです。これはアジサイです。はい、これはアジサイなんですが、しっかりとこの場の雰囲気を飾っていく、そういう心遣いもね、資料取りにおいては生かしているというふうに考えられてますので、しっかりこのスピットファイヤーからのアジサイ、このコンボはとてもねいいです。もし相手がスピットファイヤーと言ってきたら、アジサイで対応する、いいと思います。はいはい、アジサイですね。いときました。いい、どうしましょうか。椅子、そうですね、無難なワードも選んでいく。ここで相手をね、しっかりと油断させます。なんだ椅子かと、なんだ椅子が来たのかと、はい、しっかり相手を油断させる、リラックス効果がありますので、椅子は。はい、次は巣ですね。はい、どうですか、巣は。寿司三昧、いいですね。寿司ではなく寿司三昧を選択することによって人々の動揺が得られます。これは寿司三昧です。これは寿司三昧なんですが、動揺もしっかり得ていきましょう。はい、しっかりね、寿司と来るはずが寿司三昧とね、相手が予知していなかった言葉、予知していなかった言葉をしっかり選択することによって、ね、思考をね、混乱させるのでいいと思います。寿司三昧も、しかもいで攻めている、しっかりとまたいで攻めているところも得点が高いです。素晴らしいと思います。いいですよ。はい、では次、いのいからつく言葉考えてみましょう。はい、今そかり、いいですね。今そかり、つまりいらっしゃるということなんですよね。はい、今そかりがいらっしゃるということで、りですね。はい、こちらも意外性ポイントがつき、そしてりですね、りもいい言葉です。はい、どうしましょう。リレ、リンドール、これリンドール、これ考えてましてね、もしかして、もしかしてリンドールまでのコンボをしっかりと考えていましたね。いいですよ、成長が見られます。最初のみかんの頃と成長が見られます。はい、いいですよね、リンドール。はい、これはチョコレートです。これはね、とても美味しいチョコレート、リンドール。はい、いいと思います。素晴らしいですね。これはリンドールなんですが、ルで攻めてますね。はい、もうルマンドは使いません。はい、
どうしますか？ルルですよ。ルミナリエ、しっかり返しましたね。はい、ルミナリエです。いいですね。これはルミナリエです。これはルミナリエなんですが、しっかり返しましたね。素晴らしいです。ルっていうのはね、基本ルビーか、ルマンドかルシファーか、ちょっと言ってしまいましたね。ルルビーとか結構ね、ルビーとかルビーとかルビーっていう、ワードが多いんですが、しっかりここでルミナリエを返していく、それは、素晴らしいと思います。ルミナリエを返し、絵ですね。次、絵です。はい、ここで思い返してください。相手に同じ言葉を返すと効果があるというふうに言いました。そうすると、はい、正解です。絵ですよね。絵です。しっかり漢字の絵を返していきましょう。絵です。絵を返しました。はい、しっかりと漢字の絵を返した後どうしますか？もし自分がね、そう、ルミナリエと言って絵を返された場合、はい、そこもね考えておきましょう。絵どうしますか？エリンギ、ナイスです。はい、点々がつきました。エリンギ、はい、点々をつけると効果が上がるんでしたね。エリンギでした。はい、これはエリンギです。これはエリンギなんですが、いい選択ですね。はい、ギです。次、ギどうしますか？ギリシャ神話、いいですね。はい、素晴らしいです。ギリシャではなく、あえてギリシャ神話と置くことで相手の動揺を、作ることができるので、これはギリシャ神話です。はい、これはギリシャ神話なんですが、ここでわでした。どうしますか？これも結構ね難しいワードですね。わというのは、はい、わ、なるほど。しっかりと分かってますね。こうしっかりと漢字の和で返していく。はい、ジャパニーズの心を持ちながら、しっかりと和の心で返していく。いいですね。同じワードで返しているので、これはね圧にもなりますし、ジャパニーズということで和、これ効果がポイントが高いですね。はい、では次、和をどう返すか見ていきましょう。ワンちゃん、なるほど。はい、これはワンちゃんなんですが、ワンちゃんはどうですか？なんですよね。なんですよね。ワンちゃんはなんですよね。ここでワンコときたら、しっかりつなげることができたんですが、あまりね意外性を狙いすぎてもんがね待ち受けているので、気をつけてください。はい、それではおさらいをしていきましょう。今回はみかんはダメでしたね。みかんがダメでした。そしてクリスちゃんはクリスにしましょう。クリスにしましょうということもやりました。はい、他にはワンちゃんですね。んの存在に気づいてください。はい、つまりんの存在に気づくということですね。しりとりにおいて大変重要なのはんでしたね。はい、なのでんがつく言葉を日頃から集めておきましょう。集めて、このワードはもうダメだとね、脳に染み込ませることによってで、勝利へと続きます。そして他にねポイントがありました。同じ言葉で返す、そうですね、一文字ワードで同じ言葉で返す、これは効果的でした。はい、そして次に、はい、そうでしたね。意外性をしっかり掴んでいく、寿司ではなく寿司三昧、
そしてギリシャではなくギリシャ神話、そういう選択をすることによって、いい効果が得られるということでした。はい、それではお時間になってきましたので、今回のリンゴから始まるしりとりの、講座を終了したいと思います。はい、本日はありがとうございました。次回はですね、次回は梨から始まるしりとりという講座をね、していきたいと思いますので、欠席がないようによろしくお願いいたします。それではありがとうございました。お疲れ様です。